西岡剛、大谷翔平はロシア、モンゴルの血が混ざってる。日本人じゃない大谷選手は、ロシアモンゴル系の先祖がいるのでは。日本人独特の体つきじゃない。日本人内野手がメジャーでなかなか活躍できない要因は？セカンドはもしかしたら生まれるかも。ショートは無理ですね。筋トレとかそういう問題じゃない。骨格。憶測でここまで言えるのがすげえな、わら。西岡、俺はこんなに鍛えたんだ。縄文系はそのあたりがルーツなんちゃうの。あんな規格外日本人に思えないしな。外国人の先祖がいる人は日本人じゃないって、とんでもない差別発言やないか。まあわかる、松井だって日本人体型ででかかった。サッカーにも富安みたいなんおるし、普通にトレーニング理論の進化のおかげでしょ。だいたい大谷なんて顔が完全に日本人やないか。